国鉄 c 2 0系コンテナは、日本国有鉄道が、1971年から1980年までに、製造した、鉄道輸送用12フィート長5トン、積み有害コンテナである。日本におけるコンテナ列車創成期から使用された5000、経以来の11フィートコンテナの規格を改め、ISO 規格を取り入れて大型化した5トン積み12。 フィート町の西コンテナとして1970年に C94 型が試作された。翌1971年に C94 型の量産形式として誕生したのが C20 系である。現在でもこのコンテナの規格は受け継がれており、多くの功績を残した画期的なコンテナである。本形式を5個搭載するためのコンテナ貨車として、古希5万系が製造されている。 コンテナ自体が大型化されたため、11フィートコンテナ5個積みであった、それまでの古機5500型や古機1万系では、社長が短く積載間隔も短いため、従来コンテナのように詰めて搭載することができないので、積載スペースを左右に一つずつ余分に開けた一両2個積みが行われていたが非効率なため、後に積載間隔を広げた本形式4個積みへ改造されている。 37,934個が富士重工業及び東急車両製造で製造された。製造時期により3グループがある。1971年から1973年までに製造された第一グループの個体番号は1から25,434である。1974年にクレーン自動に役計画用として、 上部四隅にツイストロック式の釣り金具を備え、構造強化を図った C21 型へ製造が移行する。しかし2役設備が対応できず、クレーン自動に役計画は失敗。それに伴って C21 型は製造終了となったため、釣り金具のない本形式が再び製造されることになった。1977年から1979年に、 製造された第2グループは C21 型に準じてアンカー取り付け部を強化されており、個体番号は3万1から3万8500の3万番台となる。1980年に製造された最終グループはスマトビラのロックレバーが左右2個に増加され、個体番号は4万1から4万2000の4万番台である。なお、並行製造された 簡易保冷コンテナ C95 系の第2グループと最終グループは、それぞれ本形式の3万番台及び4万番台を元に内部へ保冷パネルを追加したものである。日本フロリダ物流協会の加入事業者専用のレンタルコンテナとして使用された個体があり、レンタル専用である旨を明記され、形式表記の先頭部にレンタルの頭文字 R を追記した。 RC20 型となっている。内部に N 断熱材設備を置いて、北海道内でのみ使用された個体もあり、常備駅は札幌貨物ターミナル駅とされた。その個体は、側面のジュニアマーク右横に N 断熱材設備道内専用常備駅、札幌貨駅と黒文字で明記されている。1983年に C21 型とともに、 二役の効率化のため方側面に扉を設けた二型開きの C30 型へ数百個が改造された。また同時期に C31 型が新造され以降の国鉄コンテナは二型開き構造が標準となった。1987年の国鉄分割民営化に際しては22,821個が日本貨物鉄道に継承され継続使用された。 数百個が簡易通風仕様の5万番台へ改造された。その他にも、貨車の臨時区輸送用などの事業用に転用された個体もある。その後、18D 型や 19D 型などの新型コンテナの登場により、他形式コンテナへの改造や廃棄が進み、2008年度に全廃された。構えからだは全溶接構造で、 外板には 1.2mm 厚のコルゲート鋼板を使用している。内部には内張りとして 5mm 厚のラワン鋼板が貼られている。屋根は 1.2mm 厚の耐候性鋼板で、内張りは省略され、特殊断熱塗料が天井に塗布されている。床は 150mm 角交換を長手方向に並べて溶接したもので、パレットローダー用のレールがある。 二役扉は、つまの一方にのみ設けられており、構成の枠内に、コルゲート鋼板を溶接した構造である。外のリスン法は高さ 2350mm、幅 2438mm、長さ 3658mm、自長1.1トン。内容積は17.0立方メートル。最大積載量は5トンである。 試作形式の C94 型では上下隅にツイストロック式の金具が設置されていたが本形式では採用を見送った3万番台はアンカー取り付け部を強化されており4万番台は妻扉のロックレバーを両扉に取り付けるようになった塗装はそれまでのコンテナ同様の黄緑6号コンテナグリーンであるが本体側面に白帯が追加されており 容易に識別が可能である。側面に描かれているジュニアマークも、それまでの黒字から赤字に白い縁取りになり、以降この形態が標準となった。5万番台は JR 貨物が1987年から1988年に簡易通風コンテナへ改造したグループである。数百個改造された。本形式のみならず C21 型からも改造が行われ、 同じく五万番台を名乗る。北海道支社と九州支社で運用されていた。支社ごとに改造内容が異なり、番号付与は改造順で行われていたため、それぞれの仕様が混在している。 C20 から 5193C20 から55715500番台は JR 貨物が1987年から1988年に無害コンテナへ改造したグループである。九州支社で運用され、常備駅は福岡貨物ターミナル駅だった。その後、前述の簡易通風仕様の5万番台が多数、改造されて5500番台に到達してしまい、 個体番号のみで本番台との区別が難しくなってしまった。屋根を撤去して上部から荷物を積載できるように無害化された。そのため本体の上に別のコンテナを積み重ねることができず赤字で積み重ね禁止の注意書きが側面上部にある。個体番号や常備駅を示す福岡貨物ターミナル駅常備などの表記類は新たに本体へ取り付けられた鉄板に 白色で書かれた。塗装は青22号、コンテナブルーをベースに、側面上部に黄色の線があり、その下に同色のピンストライプがある。いくつかの個体は、貨車の台車枠輸送用に再改造された。積載した台車枠がはみ出るまでに、本体の半分以上を切断し、全体を黄色に塗装された。ありがとうございます。